150m 先、右方向。観光バスが止まってる。地獄谷野猿公園に到着します。到着しました。こんにちは、いちごタルトです。今回の動画から長野県に入りたいと思います。イエーイ。といっても、あの前回の草津温泉の、後に来たので、群馬ちゃんのあの T シャツなんだけど、ごめんなさい長野の皆さん。はい、で今は地獄谷野猿公園というお猿さんが住んでいる場所に来てみました。よくなんか見たことあるんですけど、温泉に浸かってるお猿さんがいたりとか。でもちょっとあのお猿さん自体水に浸かるのが好きじゃないらしくて、なので寒い時に温まるために温泉に入ったりするそうで、ちょっと最近暖かいから入ってるかわかんないんですけど、野生のねお猿さん、そう、あの本当に山から来るみたいで、はい、そんな野生のお猿さんがいる様子が見られるということで行ってみたいと思います。大人800円。ホームページに何時ぐらいにお猿さんが来るかの予想みたいなのが、あって、本当に自然のお山のお猿さんみたいなので、本当にお猿さんの気分で、ね、来るタイミングが違ったりもするみたいなんですけど、ホームページでその参考になる情報は見れるので、今日もこの時間はもういる予想ではあったんだけど、どうかな。おしゃれなカフェもある。なんでかわかんないけど、めちゃくちゃ外国人の方が多かったです。9割外国の方でした。なんだろう、長野は海外の人多いのかな。もう出てきました。おお、地獄谷野猿公園入り口、1.6km、 25分、結構歩いてかんといかんのだ。今がここで上に上がってって、一番上があの温泉のところでっていう感じですね。結構25分、結構思ったより長いですね。お、これライブ映像なんだ。あ、お猿さんいる。あ、すごい、お猿さんアップにしてくれた。結構いますね。はい、じゃあ入っていきたいと思います。お、お、温泉浸かってるお猿さんはいなさそうだけど、このヘリに座ってるお猿さんはいます。やっぱここも海外の人多い。冬は防寒具もレンタルあるんだ。お猿さんがこう着てる絵がかわいい。じゃあ結構坂かな、頑張って登っていきます。すごい、めちゃくちゃ山の中を歩いていきます。びっくりした、結構大きなヘビがいました。毒はないヘビさんかな。びっくりした。上にあの旅館温泉があるみたいなんですけど、でももうね、すごい本当にお山の中だなーっていう、もう自然の中ですね。うん、本当に野生のお猿さんですね。すごい。でもお猿さん水に濡れるのが嫌いっていうのを、あのお店の方に電話した時に聞いたんですけど、びっくり、意外でし、意外というか知らなかった、うん、だから本当に今日は日陰だとちょっと風あってひんやりするけど、うん、日向だったら結構暖かいから、別にね体を温める必要ないから温泉には入らないのかもしれない。でも思ったより周りにお猿さんいたからびっくりしました。濡れずに温まりたいとかかな。でも温泉って冬入ったら出たら寒いじゃないですか。お猿さんとか毛いっぱいだから水とかついたら寒くないのかな、逆にね。どうなんだろう。距離はあるけど今のところ平坦です。だからそんなにあの行き切れたりはしない。
森林浴をしながら向かいます。あれ上の温泉かな、なんか音すると思ったら、どこだ、見えなくなっちゃった。見えました、見えますか、見えないかな、なんだろう、カモシカ的な感じかな、見ました、めっちゃ近かった。いろいろ道中にこう案内看板とかもあって、お猿さんのことが分かる解説がところどころにあります。着いたかな、はい、野生動物保護地域。でも英語のが上に書かれてるから、本当海外の人が多いんでしょうね。ようこそ地獄谷温泉へ到着。結構遠かった、正直ちょっと大変だったけど、でもよかった。もうお猿さんいる、普通にお猿さんいる、すごい。あのここに来る前に草津、おーいっぱい、ちっちゃめのお猿さんも。草津温泉でお猿さんの湯もみショーを見た時にも注意があったし、タルトもちっちゃい頃あのお猿さんに噛まれたことがあって、ちょっとトラウマではないんですけど、お猿さん目を見るとあのね、敵視だと思って攻撃してくるっていうことなので、目は見ないように。でも本当このめっちゃ近いこの距離でお猿さん、かわいい、なんかちょっとちっちゃい、 お邪魔します。すごいいっぱいいる、こんな、あーかわいい、ちっちゃいよ、こんな本当近くにいるんだ、かわいい。本当たくさんいる、すごい自然、お猿さんの村に来たみたいな感じ、すごい。お猿さんも慣れっこですよね。四部温泉地獄谷、あ、ここに有料の駐車場はここにあったんだ。近い方がいい方は、有料でもいいって方はここを使ってみてください。旅館後楽園さん、後楽館さんで、あ、温泉も入れます、人間の。あとご飯も食べれるんだ、まだやってるかな。ちょっともう2時近いけど、タルトお腹すいた、まだお昼ご飯食べてない、やってたら食べたいけど、やってなかったらどっかでまたご飯食べたいと思います。あ、すごい、人間の温泉、あのお猿さんが入る温泉は人間は入れないそうなんですけど、見ながらとか、ここにお猿さん来るんだ、こっちか、すごい。でこっちはそこで、お猿さんの温泉の方はあっちですね。やってるのかな、何時までやってるんだろう。はい、温泉の上をあのこの橋通ってるんですけど、結構この橋があの、あ、怖い、あや、危うい、あや、怪しい、ちょっと怖めです。お、ガタガタする。ちょっとネットで調べたら2時までって書いてあったから、やってないかもしれないけど、一旦行ってみます。で有料の駐車場からも歩いて10分ぐらい、10分は歩かないといけないみたいです。延命の湯なんだ。こっちの反対が公園入り口って書いてある。本日の営業、そばちまき、よいしょ。あ、2時までだ、ギリギリ。売店もやってるのかな、びっくりした、お猿さん本物かと思った。手作りしてる、ほんとギリギリだったからもうやってなさそうなので、あっち側にまた渡って、上に行きたいと思います。あそこなんかすごい、天然記念物シムの地獄谷噴泉、猿さん結構いる。あ、
んなところに何してるんだろう。入ってきます。こっからが入場料800円いるんだ。ここまではじゃあ無料だ。そうじゃん、忘れてたけど、ここでも結構お猿さん見れるからいいかもしれない。温泉も入ったりとかできます。全然気づかなかったけどお猿さん寝てるよ。こんなところで人いっぱい通るでしょう。ごめんね、ちょっとお昼寝中に。暑い、冷たいのかな。すぐだ。結構大変だ。暑い。熱中症対策に飲み物とか持ってきた方がいいです。でも楽しい。お猿さんもう可愛くてもう結構満足満喫してるけど入ってきます。こんな感じ。はい、1メーター以上距離を取ってください。はい、ストリボは禁止。はい、はい、チケットを買って、60周年、すごいですね。記念のステッカーをいただきました。すごい、めっちゃ温まってる。かわいい。じゃあ入っていきます。いるかな。お猿さんが開いた。え、ちっちゃい。ここに。あ、隠れちゃったんだけど。めっちゃちっちゃい子猿。いた。隠れちゃったけど。こっちにもいた。ちっちゃい赤ちゃんだ。かわいいの。生まれてからどれぐらいなんだろう。ずっと見てたい。すごい。昨日もいる別の子。なんかすごいハグしてるよ。お猿さんもいる。寝てるけど。かわいい。お猿さんはいつ赤ちゃんを産むのかな。ジップとかあるのかな。ちっちゃい、本当に。こっちにもこんな近くで大丈夫なのかなって思っちゃうけど、もう慣れてるからね。え、お猿さんも警戒せずに逃げずにいてくれる。橋が、温泉はどこだろう。もうちょっと先かな。道端に本当お猿さんいるから、すごいところで休んでる。かわいい。ふっさふさですね。寝てるよ。あ、おっぱい吸ってる。おっぱい飲んでる。たくさんたくさん飾るいる。今赤ちゃんがいる時期だ。いい時に来れた。温泉も、お、入ってはいないけど周りにいますね。ちょっと触ってる？もういる？なんかちっちゃめな兄弟もいて可愛い。あ、赤ちゃん抱えてるあの、このママすごい寄り添って歩いてる。可愛い。え、あの子入った感じしない？
湖を満喫してるお猿さん。かわいい。出たお猿さん、すごい。川が、川川って感じ。遊んでる。同じぐらいの子なのかな。ちっちゃさが似てるかな。かわいい。同じくらいの子が集まってきた。じゃれてる。そうそうそう。かわいい。ちっちゃめの子でもお風呂入るんですね。あの子絶対入ったと思う。毛並みが。お猿さん、お風呂入った後あんな感じになるんだ。戻ってきました。もう運よくあの温泉に浸かってるお猿さんも見れたし、本当にたくさんのお猿さんが、もう本当野生だと思うんですけど、たくさんいろいろいて、しかも赤ちゃんも見れて、すごいなんか癒されました。楽しかったです。結構行く道が長いので、歩きで長いので、ちょっと気合を入れて行かないといけないので、あのちょっと気合はそこは必要なんですけど、お猿さん本当間近で本当にすごい、もう1メートルの距離とか本当近くで見れるので、ぜひ皆さん行ってみてください。ということで、今回から、長野の、いろんなところも紹介していきたいと思います。日本一周最後の県、長野県の動画も楽しみにしていてください。ということで、動画もしよかったら、いいね、チャンネル登録よろしくお願いします。3万人チャンネル登録者数目指しているので、ぜひよろしくお願いします。ということで、以上いちごタルトでした。今回も最後まで見てくれてありがタルト。